ミルクサッカーアカデミーでございます。井上真でございます。ノーミルク佐藤です。行ってみましょう。遺跡情報会でございます。さあ、プロサッカーデータマンのね、佐藤先生に最新情報、いや楽しみにしておりましたよ。よろしくお願いいたします。週末が空いちゃいましたか。4日ぶりぐらいなんですけど、なんか動きありましたかね。たくさんありすぎました。頂戴ませ。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日のメイン軸は2本です。はい、2本。ガンバ大阪関係者と、はい、鹿島アントラーズ関係者、はいはいはい、なんですが、はい、その前にちらっと違うのも挟んでいこうと思います。わ、うん、かりました。はい、まずはですね、まあまあガンバ編鹿島編は後半でいくので、なるほど。まず決まったのがですね、ジュビロ磐田、はい、トゥーロンにも出たエースフォワード、うん、小川航基、お、はい、あ、世代の小川航基が、はいはいはい、育成型、うん、期限付き移籍、はい、水戸ホーリーホック、ああなるほど、行きました。そうですか、はい、これは即戦力ですかね。うん、ですね、これまずいろいろ理由がありまして、はい、もうすでにたくさんの方々に見ていただいて本当にもうありがとうございますと僕はお伝えしたいんですが、はいはいはい、ちょうどね、小川選手が移籍の、うん、新聞でね、多分皆さんのご家庭にもう朝刊として出るちょうどそのタイミングで、はい、僕はミルワカの公式サイトに、岩田の攻撃に関してこうすればいいんだよっていう記事を書いて出させていただいたんですよ。うん、その中で小川選手について僕は触れなかったんですね。なるほど。多分出るから知ってた、はい、うわ、知ってたんで、その時点で知ってたっていうか理由もあるんですよ。うん、今岩田っているんじゃないかなと思ってた。うん、岩田ってパワー型って言っちゃったら失礼ですけど、暴れん坊タイプのフォワードが必要なんですよ。はい、ロドリゲスの他にですか。そうで、あと言っちゃえばアダイウトンとかだって、はい、まあ、パワー型というかこう、まあそうですね、はちゃめちゃやってくれそう系だし、日本人だったら川又選手も同じじゃないですか。はい、確かにキャラもそうですよ。あと新しくそのタイからおそらく今やってくると思われるルキアン選手というフォワードがいるんですよ。もうそういう、まあそういう系っちゃそういう系で、最新情報ですね。だからテクニカル優秀フォワード型だと、うん、ちょっと辛い。あ、そうですか。昔で言う例えば前田良一さんとか、うん、あともし大迫勇也がジュビロ磐田にいても、はい、ちょっと厳しいかもしれない。あ、戦術に合わないってこと。あ、そういうことなんですか。そうなんですよ。だったらどうせ出られないんだったら出しちゃうかってので行きました。で、まあ、移籍したんですよ。はい、で移籍したその初日に練習試合があったんですよ、水戸で。点取りました。あ、そうですか。すごいですね。それは今週のリーグ戦より前の話ですか。ね、ちょうどリーグ戦が磐田は土曜日にあったんですよ。うん、はいはい、日曜日の話です。うん、だから翌日、水戸戦の前、水戸の試合の翌日。ああ、なんか月曜日ってこと。うん、日曜日。ああ、なるほどなるほど。そうそう、日曜日のことでした。だから僕ら収録している前日の話ですね。なるほど。だったんです。来てるんですね。来てますね。やっぱりジュビロ戻る前提で、あ、育成型なんで、もちろん、だから来年も後半戦考えたらもう残留争いしかないから出してる余裕ないので、うん、しょうがないってところですね。なるほど。まあ頑張ってもらいましょう。わかりました。でもそれ戻った時にパワー系の人しかいらないって言われたら嫌ですね。でもそうなってくると、うん、その時にってことは、うん、再編があるってことなんでしょう。いやー、そうか、全体の。なるほど、ね、ということだと思いますよ。そっか、はい、なるほど。どうなってくるでしょうか。はい、そしてもう一個、次ちょうだい、次ちょうだい。広島のフォワード皆川祐介選手が横浜 FC に移籍と。おー、確かにあんまり出場なかったですかね。しょうがないですね、もう若干中で戦力外状態だったので。はいはい、横浜 FC なんだね。はい、おお。ただこれで横浜 FC が、少なくともオフェンス陣で言えば J1 ですね、うん、もう。確かにそうだね。まあ今レドミ、中村俊介だけじゃなくて、セヌマ、はい、豊島、斉藤光輝含めても、はい、特に高さ、セットプレー関連だったら、うん、ちょっと太刀打ちできないんじゃないですかね、普通のディフェンダーだと。タレント揃ってきたという感じですね。うん、これは大きいですね。だ、横浜 FC としてはただ若干フォワード陣がちょっと余剰化してし続けているところはあるので、そうですね、はいはい、そうなるとやっぱオフちょっと何かまたこっちの再編はあるんじゃないのかなと思われますね。結構こう予算の方もかさみますもんね。そうですね、だからまあどうなるのかというところはまあね、年末までいろいろ見てみましょう。ありました。ちょっと横浜 FC が熱いです ね、 ね、あと最後もう1点いって、うん、鹿島ガンバ編行こうと思うんですが、はい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 、続いてが、柏レイソル高木俊哉選手が、松本山雅に移籍決定、完全移籍ですね。これもしょうがないというか、もともと去年だったら出られていた選手なんですけど、ネルシーの体制でも完全に構想外になってしまったので柏としても早く売りたい状態だったんですよ。で、実は結構いろんなところから移籍の話はあったんですが、まさか取るのが松本とは思わなかったです、最終的に言うと。まあ、なぜかって言ったら今
あのレンタルで愛媛 FC に下川陽太選手、はい、同じこの左ウィングバック系の選手を出してるんですけど、だったら今高木取るんだったら、うん、なぜ出したと。はい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 、なるほどね。まあいろんなね状況変わったからってのは分かるんですけど、うん、なんでだろうなってのがちょっとよく分かんなかったですね。むしろ右田中ハイマの控えの方が本当は必要なんじゃないのかなってぐらいでしたけど。なるほどね。どのような起用になっていくのかという、まあちょっとここは楽しみですね。まあ取ったってことですね、はい、なるほど、ということでございました、はいはいはい、さあそして先生がね冒頭おっしゃっていました、うん、ガンバですか。まずはガンバからじゃあ行きましょうか。はい、ガンバが取ったってこと、ガンバが出したってこと。さあじゃあ行きます。ちょうだい、ちょうだい。ガンバ、まあ、今のところこの夏一旦まとめてみましょう、何があったのか、はい、まず、うん、長期離脱で藤原選手が2ヶ月くらいかな、うんうん、不勝利だ。そうですね、はいはい、そして移籍で、うん、田中達也選手が大分、うん、そしてオジェソク選手が FC 東京へのレンタル、はい、でファンビジョが、はい、リーグワンフランスですね、ボルドーでしたっけ、ボルドーに関税席が決定。もう行きましたか。行きました。もう初ワインぐらい飲んでるんですか。まだね、うん、まだあれ飛行機の上だと思います。あ、そうですか、はい、飛行機に乗るときはあのテーピングを外すんですか、腕のちょっとほどけちゃってるかもしれないですあ、そうですか、はい、普段してないですかね。わかんないですもんね。活躍してほしいですね。そうですね、まあ、ちょっと、まあ、あの見る赤ではね、うん、海外編のレビュー等々も来期からやっていくと思われるので、バッチコイ先生やりましょう、もう死にましょう、はい、ね、あの皆さん聞いてみてください。ファンウィジョンの、ね、活躍等々、もしくはあとあれですね、堂安選手とかの、ね、活躍等々もお伝えしていくと思います。追跡調査をね、はい、はい、お願いいたします。そして、うん、ちょうど収録している本日、もうリリースは出ちゃったんですけど、はいはい、藤本純吾選手、はい、はい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 、J2 京都3階レンタル決定。はあ、そうですか。レンタルですが、おそらくは買い取り、ちゃんとリリースも出てないし あれなんですけど、おそらくはもうそのままアウトだと思います。戻ってこないと思います。好調京都にということですけどもね、攻撃陣もでも息のあった若手が連携を繰り広げる中ありますか、ポジション。これはね、いや、その遺跡じゃないと思ってる。あ、なるほど。もともと、というかもう一個先にじゃあ一個言って、はいはいはい、つながってるんで、もう一つ、うん、中村圭人、はあ、ついに、あら、オランダ、お、エルディビジ20レンタルがほぼ決定。おめでとうございます。本人が選んだのは、はい、残留ベルギー、オランダ、いろんな選択肢ありましたけど、オランダの、はい、20を選びました。一部ですね、はい、よー、来ましたか、ついに海外。そうなんです、はい、で理由があって、はい、中村圭人選手の細かい話に関しては、うん、多分右上のカードで今出てると思うんですけど、はい、中村圭人編今ね、あの1人あの個人モードで、ね、出したりするので、ね、こちら見ていただければと思うんです、はい、聞いていただければと思うんですけど、はい、中村圭人選手がガンバ大阪を選んだ理由、まあ、覚えてらっしゃいますでしょうか、皆さんもご存知でしょうか。理由ですよね、はい、三菱UFJ の出身ですもんね。そうなんです、そこからガンバに来たんですね。はい、選んだ理由はとある2人がいたからだったんです。あ、誰でしたっけ。正確に言うと3人か、1人目、はい、当時監督だったクルピさん、うん、ベビークルピさんがいるってことは若手にチャンスがあると思って、その自分の J1 での出場機会が得られると思ったから来たってところがまず1点でした、うんうんうん、2つ目、堂安律。へー、そうなんです。だからこれは同世代に当たるんです、まあ、ちょっと上ですけど ね、ちょっと上ですけど、同じ東京世代の括りで言えばそうですよね、はい、だから宮本監督も断るごとに、うん、お前今のままだったら当時の堂安よりかちょっと下かなとか、ちょっとね、奮起促すような発言とかも結構あったと。1年遅れ2年遅れでもこの辺まで行ってないと今の堂安には追いつけないぞと。そうそうそう、うん、なるほど、うん、3つ目、はい、これが大きかったんです、はい、藤本純吾。ほう、あ、そう、あのいわゆるまあさん的に言われる、芸人さんの世界で言われる、あのなんかあるじゃないですか、こう、兄さん的なというか、あ、そうですね、なんかこのこうなりたい、このグループみたいな感じになったりするじゃないですか、派閥的なやつですね。そうそう、はい、実は藤本、堂安、中村圭人って一つのグループなんですよ、グループ、はい、うーん、初めてまずね、これは中村圭人編でも話してるんですけど、うん、中村圭人が初めてそのガンバの練習に行った時も、うん、あの本当にね、もうその日インスタだったかな、藤本選手の、はいはい、3人で飯食ってるんですよ。おーおーおー、仲いいんだね。そうだから堂安選手があのオランダ行った時も、うん、背番号選んだ理由が、うん、藤本さんの背番号だからっていうので25選んでるんですよ。尊敬してんだね。そう、っていうので行ってるんですよ。だから現在の位置というよりもその職人として尊敬してると言います。そうですね、だからプロとしてというか、うん、でそんな中村圭人がちょうどそういう状態でしょ、はい、移籍、そしたらもう
配下というかこの2人ともいなくなるじゃないですか、はい、だからある意味他としてはそれで下に人望がある選手、うんうん、欲しくないですか、あ京都としてもってことですか、そういわゆる年下に対して人望があるいわゆるまとめてくれる選手、ほうほうほう、で若手の多いチーム、うん、欲しいですよね、こんな選手、逆に若手が躍動してるから、うん、ちょっと師匠的な人が来るともっと良くなるんじゃないかってことですか、そう、ほー、だ J1 でも他のチームあったけど、京都なんて今首位 J1 にさらに来年また戻っていける可能性を考え、さらにプロとしてのそういうね、いろんなものを仕込んでほしい、はあはあはあ、選手目線から、すごい話ですねそれね、だから京都が取った、これは大きいですね、という先生のお見立てということですね、はい、ということがありましたと、これからも睨んでチームのさらなるこうフェーズアップのためということなんですかね、はいですね、はい、で現状ガンバですけど、まあ、サイドプレイヤーが結構いなくなってしまう、そうでしょう、でただね、宇佐美選手が、うん、あのインサイドハーフにおそらくは入るんですよ、はい、ってなると倉田選手を左にずらすことが可能なんですよ、うん、で右小野瀬いるじゃん、うん、で両方できる福田がいるじゃん、うん、あとは今大学生でもありますけど黒川選手を、まあ、藤原選手が戻ってくるまでの間、うんうん、まあ、活用してくれ考えたらサイドハーフって意外と持つんですよ、人数的に言うと、まあ、人数はいますからね、そう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 、うん、だからファン・ウィジョ枠だけ、あと中村圭人のいわゆるフォワード枠か、うん、1枚足りなくなったけどそこをどうするかぐらいな形なので、ね、唯一言えばね取るということなんですか、一応ディフェンスとフォワード1枚ずつ取りたいっていうのはフロントリストに出してるっぽいんですよ、うん、ただそれが間に合うかは分からないので、はい、まあ、それは今後おいおい、まただから移籍、まあ、丸10とか11とかになると思いますけど、そこで話していければなと思っております、ちょっとまた情報入り次第お願いします、キャップ、はい、よろしくお願いします、はい、続いて、うん、鹿島アントラーズ、いやーなんかちょっとあのこの間のリトバタの方でもそれなしに切れたもんで終わっちゃったんですから、お待ちかねですよ皆さん、私もまずいきましょう、まず1人目、はい、阿部選手がね、阿部選手、まあ、バルセロナにも飛びました、飛び立ったということで、はい、ね、で続いて安西光輝選手が、ポルティモネンセ、バルセロナ行った話さらっと終わります、だってもうやったし、はい、確かにやったやった、ちしゃぶりましょうよまあまあ時間も、ね、ありますから、そうだ、ね、確かに、はい、で安西光輝選手がポルトガルに行ったと、はい、でなんと、うん、同じこの夏に3人目の移籍が出ました、はい、鈴木優真、シントトロイデン、シントトロイデンに行くんだ、決めましたね、あらー、その道から行きますか、でいろんなね、それこそあのベンフィカ、ベンフィカじゃない、すいません、あれだ、ベシクタッシュか、うん、からもオファーがあったって話でしたけど、たね、僕はね、シントトロイデン行くならシントトロイデンがないと思ってたので、あら、なんでそうなの、いや、というかこれは、うん、ユーマがどうじゃなくて、うん、シントトロイデン側がもう万歳三勝ですね、やったと、これで15得点決まったなと、あ、そうですか、うん、後押しした選手がいるはずなんですよ、うん、この遺跡を、うん、あれですよ、ご存知ですかね、何ですか、ちょっと名前ご存知か分かんないんですけど、はい、フランクフルト矢印シントトロイデン、はい、AKA 第一カマダ、はいはいはい、人呼んでね、人呼んでね、カマダ第一はシントトロイデン戻ってきたの、シントトロイデンに今いたじゃないですか、はい、いましたね、でフランクフルトまあ戻るわけですよ、あ、戻るんだね、はいはい、あら、でもう皆さん多分ね、お聞きの方皆さんご存知だと思うんですけど、はいはい、鈴木優真のちょっと違う歴史を紐解いていこう、違う歴史、はい、まあ2年ぐらい前、うん、まずヤベッチ FC、うん、安西光輝 VS 鈴木優真という、うん、ラップバトルが放送されました、本当に、はい、今ね第7回、あ、違う違う違う、高校生ラップ選手権ってあるじゃないですか、見事ある優真がね、うん、その第7回で行われたとある方のそのままパクって言ってるんですよ、丸々、ああ、その全部のネタを、はい、そうそうそう、それを安西光輝がこう指摘してディスるとかっていう流れだったんですけど、うん、なるほど、そう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 、あ、そういう一面もあるんですか、そうなんです、でその後、うん、安西もできるの、そう、うん、で鎌田とユーマでインスタでラップバトルしてたんですよ、うんうん、インスタってそんな機能あります？ないです、文字で、文字で、はあ、インフンで、そうそうそう、あらららら、そんな芸ができる、いわゆる仲いい、それこそ同い年の2人なので、あ、そうなんですか、多分何かしらのやり取りあっただろうなと、そうですか、阿部選手も阿部寛樹選手も、はい、久保建英選手に相談したらしいんですよ、おお、そう、お前バルサからのオファーっていくらだったのっていうのと、結構生々しい話したらしくて、それと同じように、うん、おそらくは鎌田大地選手に聞いたと思います、で多分鎌田も進言してるはずなんですよ、シントトロイデンに、うん、似たような感じで、うん、似たようなキャラで、まあ、ちょっともっと明るいけどっていう、うん、
で、あの点取れるやつだから、うん、お前が言う点取れるやつってことお前以上かい、ね、まあ、そうだよ、15得点以上取れるフォワード、そう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 、取るわみたいな流れだと思う。これって変な話、あのかつてね、あのボルフスブルグ時代にこうなんか大久保がいたじゃないですか、はい、長谷部が入る時にもう部屋と車全部譲ったみたいな、ここ住んだらいいし、これ取ったらいいよみたいな、そういうなんか受け継ぎ方してるっぽいですよね、新東ドロイで。寮でもあるんですか、です日本人で。なきゃ困るんですよ、彼らと。うん、うん、そうですね。あとね、もう一つ理由があって、うんうん、ベシクタシュ、香川真司はまだ確定してないじゃないですか。そう、だってドルトムント参加してるんでしょ。そう。アシスト決めたってニュース。ただ、7月のちょうど今日かな、日本時間で。4月15まで期限待ってくれと。はい。ただ、だから日本人いるか分かんないじゃないですか、うん、だからユーマとしては日本人いるチームの方が良かったんですよ。ああそうです。なぜなら免許ないんで。あ、免許がないのしてってもらいたいから、うん、免許がない選手が一人で海外に行った場合どうするの、タクシーですか毎日。いや、どうにかするんじゃないですか。というか知らないですけど、僕もさすがに、ね、結構だって練習場まで遠いみたいなね。そうそうそう、よく情熱大陸とかでもこうね、みんなでやって、ね、それぞれがあれじゃないですか、うん、だから、はいはいはい、やっぱね、シュミット行くじゃないですか。はい、よかったねっていう話で、アシンドトライデーにね。そうそう海外ってでも1日で取れたりするかもしれないね。そんなことはないです、うん、ないの。ないと。なんか言いません、あのアメリカ1日で免許取れる。あ、そうなの。知らない、全く。あ、そう。僕ちょっとあの僕自身が免許取れないから。ああ、そうかそうかそうか、全くその情報ないんですけど。免許取ろうってしないといけないね、じゃあ向こうで。すいませんね、なんか、いえいえ、なんかすいませんね、まあ、ということで、はあ、なんと去年の夏に行きましたね、はい、上田選手が、はい、で冬に庄司選手、はい、ということで1年で5人海外に出しました。これはすごいな。ファンの方もご心配でしょう今ね。ただですね、すいません、鹿島の皆さん、はい、あと3人います。あと3人、あ、狙われてるのが、はい、あららららら、ずっとあのターゲットにされてるのが、あとまず1人いまして、うん、まあ、ずっとこれはね、あの2年ぐらいターゲットとして上がり続けてるんですけど、三沢健人。ああ、まあそうだよね、これはしょうがないです、当たり前です、そして、うん、多分こっから上がってくるんですけど、はい、小池優太。おお、キレキレでした今節もね、あの左足の精度はすごいね、はい、レーザービームでなるちょっと ね、うん、でもうマーさんもだし、今聞いてらっしゃる方も、もう僕言ったらもうだよねとしか出てこないと思うんですけど。いやいやいや、分かんないですよ。上田綺世だよね、うん、はい、かんかん、うん、なでしょう。確かにいきなり、はい、まだだって鹿島に出てもないんだよ。出てないけど、でも袖通してないでしょまだ。でも、自分がもしね、まあ、ご自身スカウトだったら、とりあえず見てみようとは思うでしょ、どこの人が外外だったら、はい、そうですね、うん、だって、まずコパで出たっていう選手なので、うん、コパで出た、そしてユニバの優勝チームの、まあ、しかも決勝でハットトリックできるメンタルすら持ってる、まあ、そうですよね、一回見てみようとは思うじゃないですか。確かに確かに確かに、はい、でももう入団決定してるわけでしょ。だけど、うん、例えばそのことできるの、あの武藤義則選手とかもそうでしたけど、ええ、まあ、4年じゃそのまま東京でみたいな形になって、うんうん、翌年行っちゃうみたいなパターンもあるので、あ、そうか、だから来年その2020シーズンは鹿島にいるけど2021年夏、ね、とりあえずね、なるほど、とか、はあ、だ今から考えたら2019冬例えば三沢を、うん、2020夏小池、うん、2020冬上田とかも全然あり得るよねっていうね、段階的にね、そう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 、すごい生産向上的なニュアンスになってきました ね、 ね、 だ、 だってそうなってくると今度そのあたりには今度関川育馬と、はいはい、あとは染野一樹、ここら辺も可能性あるし、あとは大卒のおそらく来年はもうスタメン確定だと思いますけど、名護慎太郎とか、はいはい、そのあたりまで可能性は高まってくるので、本当本当に鹿島やばいなと。どんどんやっぱ才能のある若手がね入ってきてはもう一軍を狙ってるわけですから、外から取るっていう話じゃなくて大丈夫だって先生からお話常にいただいてますよね。そうですね、で鹿島はだから安西選手の部分はもう、うん、あの小池選手でも補填完了してるし、で鈴木優真選手は結局今シーズン出てないですから。そうでしたね、だから、まあ、そこ考える必要性はもうないんですよ、うん、だからあとはまあ阿部裕樹分って考えるけど、うん、阿部分はもういわゆる同じポジションにたくさんいるので、はいはいはい、そんなにもう怪我、むしろ怪我人の補填だけが必要なだけで、なるほど、むしろ結構大丈夫という。これ先生移籍金はいっぱい入ってきてるわけですよね。ちょっとまだ分かんないです、日本はそこら辺をあのオープンにしない国なので、どういう風にしてるか分かんないからね、うん、ああ、なるほどね、まあ、でもそれで多分、うん、何人かは取ると思います。うーん、結局 J の他のチームからってこと、うん、とあとはまあブラジルも含めてあると思ってます、うんうんうん、なるほど、はい、で最後に、はい、同じ鹿島罰なので、うん、もう一人いきましょう、柴崎岳。
あーそうですね、なんかツイッターつぶやいてましたね。決まりました、はい、デポルティーボラコルーニャ、スペイン2部に決まりました、はい、チーム名はねよく聞いたことある名前ですけど2部なんですね。本当は1部昇格でもおかしくなかったんですけど、今シーズンですね、うん、スペインさんの方でもJ2 と同じようにシステムがね、プレーオフがあるんですよ、はい、で最後ですね、うん、マジョルカです、マジョルカとのプレーオフ決勝で負けました。あそうですか、はい、でその辺は経験ありますもんね、柴崎もね、ヘタフェとかなんかね、いろいろあるで、ということで2部に戻っちゃうわけ、2部です、それレギュラー待遇なのかな、おそらくは。冬も実は、うん、デポルティーボからオファーは来ていて、 そうですか、それを話したところだったのでもうちょい頑張ってみたいっていう、うんうんうん、ただやっぱりね、まあ、結婚したってところとか含めまして、まあ決意は固まったと、オリンピックもあるしワールドカップに向けてやっぱり出れるところでっていうのがあるのかな、そうですね、うん、でしかも熱望してくれてるチームですからね、うん、あとだから2部で輝きはまた話は変わってくるので、うん、やっぱ出ることを前提として、なるほど、はい、うん、結婚式の写真がね素敵すぎましたね、素敵でしたね、素敵すぎましたね、すごいね、はい、若者の夢でございますな、 ということでございます。もうこれが遺跡丸7、奥さんは一部ね一部っていうか S 級ね、ありがとうございます。そういうことですか、柴崎選手も S 級です、ね、うん、いやもちろんそうですよ、もちろんそうですよ、はい、なるほど、わかりました。さあ今回もね遺跡情報最新で速報でいただきました、はい、ありがとうございました。サッカーアカデミー毎朝やっておりますね、配達させていただいてます、栄養魅力満点でお送りしてますので、ぜひね情報カルシウムいただいてください、はい、先生ありがとうございました。ありがとうございます。井上までございました、井上里でした、聞いてください、ありがとうございました。